防衛省が、ついに、一蓋式ステルス巡航ミサイルを開発との情報をキャッチしました。今回は、この、一蓋式ステルス巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。日本も、ついに、長距離巡航ミサイルを完成間近に、テストと量産化ですが、ハイマースの登場で、戦車の存在が薄れています。日本の防衛省は、2022年7月22日に、自らのホームページ上に、令和4年版防衛白書を掲載。その内容は、本編、別冊、資料編、防衛年表の4つの POF ファイルで、自由に閲覧することが可能であり、英語、中国語版も用意されている。また、ここに、初めての防衛白書、第2版、も同時に用意されており、防衛省サイドでは、小学校高学年以上の層に向けた防衛白書の内容を噛み砕いて、平易に説明したものとして、啓蒙活動を促進していることが伺える。こうした中にあって、別冊の POF の21ページ目において、三菱重工業者で、今、まさに開発が進められている、に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が写真付きで掲載されており、防衛装備品の研究、開発の一例に挙げられている。この部分の内容は、本編の PD では439ページに該当するものであり、日本の防衛装備品の研究、開発の現在の状況と今後の対応方針について述べられており、その中で、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が重要な意味を持つことを示したと思える。ここでは近年の防衛装備品は複雑かつ高性能化の一途をたどり、海外からの調達は単価を含めて総じて上昇しており、逆に国産品は減少傾向が顕著で、その技術的な基盤を維持していくことが困難に直面していると説いている。こうした状況下において、防衛省は、多次元統合防衛力の構築を唱え、その実現に必要な質、及び量の確保を推進するにあたり、大きく、6つの取り組みを行うことが必須になると、今回の令和4年版防衛白書において記述している。一つ目は、各種の無人化、消費化を含めた統合運用を目指し、それに必要な装備体系の見直しを図ることであり、自衛隊のみならず、世界的な兵器体系のトレンドに合わせて、その装備の近代化を目指すものと解釈できる。二つ目は、日本の技術的な優越確保に向けた取り組みを戦略化して、研究、開発をさらに進め、民生品に使用される技術を積極的に活用すること等を通して、その技術的な基盤を高めていくことを目的とすると打ち出されている。三つ目は、防衛装備品の複雑かつ高性能化を反映したコストの上昇に対し、その取得時の効率化を図ることと、組織的な管理の体制を構築することによって、装備品の調達そのものの最適化を図ることが挙げられている。四つ目は、日本国内における、高性能な防衛装備品の生産活動と、その実現を可能とするために、産業基盤自体の高稼働率を確保して、強固な体制を構築する必要性を唱えており、国内の防衛産業の空洞化を防止することを期としている。五つ目は、現行の防衛装備移転三原則に準拠した防衛装備品の展開と、その技術協力が必須であると述べており、防衛装備品の海外への輸出も含めた活動を推進していく方向性を今後も継続していくことを明確にしているようだ。最後の6つ目が、これまでの5つの取り組みと並行して、防衛省が持つ軍事的な知見を、経済的な安全保障の取り組みについても活用していくことを打ち出しており、日本の国家としての政策にも、今まで以上に、防衛省が、ノウハウを提供すると読める。
こうした量は4年版防衛白書の取り組みを象徴するかのように、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が添えられているわけだが、その外観は、元となった人に、意識地対艦誘導弾の原型は、ほとんど止めていないと言って過言ではない。オリジナルの一蓋式地対艦誘導弾は従来型のミサイルといってイメージされるような典型的な円筒形の形状をしていたが、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型ではステルス性と長距離の飛翔が求められるため大きく形状が変化している。写真を見る限り、人に意識地対艦誘導弾能力向上型はステルス性を考慮したシャープな面を組み合わせた造形をしており、中央には主翼と言っても良さそうな安定した飛行を実現させるための大きめの翼が取り付けられている。もともとの人に意識地対艦誘導弾は最大射程距離でも約 200km 弱であったものが、人に意識地対艦誘導弾能力向上型ではこれが約 1500km ほどにまで延伸される予定であるため、大幅な外観の変更がなされている。このように、大幅に射程距離が延伸されたとはいえ、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型でも、飛翔速度自体は、亜音速の巡航ミサイルであるため、敵の対空ミサイルによる、撃の確率を下げる意味で、ステルス化は必須だったと見るべきだろう。人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、今後は、航空機に搭載するための空対空型や、艦艇等に搭載するための艦対艦型への横展開が行われるほか、攻撃の対象も、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃に転用することも想定されていると思われる。こうした長距離攻撃が可能な巡航ミサイルは、対艦、対地攻撃を問わず、これまでに日本政府が表明してきた、スタンドオフミサイルという考え方を実現するものであり、自軍の損害を抑えつつ、相手に効果的な打撃を与える手段と言えよう。日本では、これまで、対地攻撃を前面に出してしまうと、敵基地攻撃能力の保有だの、攻撃的兵器の保有だのと、阻止歌装備の配備に反対する勢力からの反発が多かったが、ロシア・ウクライナ戦争の現実は、こうした考えの稚拙さを明確にした側面もある。ウクライナに供与されて、ここ最近は、ロシア軍への有効な反撃に使用されつつある、ハイマース等の多連装ロケット兵器だが、これらは、地対地を原点にしながら、地対艦艦用途への使用も付与可能であり、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型とは逆のアプローチとも言える。さて、こうした、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が掲載された令和4年版防衛白書だが、この公開から、3日後の7月25日には、中国軍が、これまでにない行動を行ったことも報じられており、南西諸島方面の防衛に、注目が集まっている。それは中国の大型の偵察及び攻撃用の無人航空機 TB-001 が1機中国大陸から東シナ海を南東方面に進み、沖縄本島と宮古島間を抜けて太平洋に進出、そこで進路を南西方向に変えて台湾の東海上を飛行して去ったとされている事実だ。中国軍の無人航空機が単独でこのような行動を行ったことはこれまでになく、そうした進路を飛行できるように事前にプログラムが行われ、かつそうした飛行をアシストする高度な通信技術を確立しつつあることが脅威と見さされたといえる。今回使用された中国の無人航空機 TB-001 は昨年2021年8月にも他の中国軍の航空機とともに、
沖縄本島と宮古島間を抜け、大東諸島の周辺海域に出没したことがあり、双髪の機関部と双胴の形状を持った大型の無人航空機である。実は、さらに、今から5年までの2017年5月には、中国公船から放たれたと、おぼしき無人航空機が船、各諸島の領空に侵入するという事態も発生したことがあり、性能を向上させた無人航空機を使用して、こうした行為が常態化する可能性もある。これを受けての国会答弁では、当時の安倍政権は、無人航空機の扱いも、有人航空機の場合と同じで、それに対する武器使用は、正当防衛時と緊急時に限られると回答しており、果たして、その対応で対処できるのかという点は、議論の的となった。